枢密院は、イギリス女王の諮問機関。国王体験の行使に関する助言を行う。正式名称は、女王陛下の最も高潔なる、枢密院枢密院の遠隔は、中世の国王の諮問会議キュリアレジスまで遡ることができる。14世紀末、リチャード2世が未成年だった頃に、殺傷団、政治顧問団として、重要な役割を果たすようになり、15世紀、 はじめ頃からプリビカウンシルと呼ばれるようになった。15世紀前半のヘンリー6世の未成年期に機能が強化されて国政の重要機関となった。バラ戦争の間は衰退したもののチューダー朝が始まると再び重要機関となり直属の国を体験裁判所である性質調裁判所などを通じて司法にも影響力を及ぼすようになった。数密院は徐々に 整備されていき、エリザベス一世時代には当地の中心機関になっていた。スチュアート長期には、新京都革命が発生し、共和制への移行により一時廃止され国務会議に取って代わられたが、1660年の王政復古と共に復活した。しかしこの頃から、数密顧問館の数が増加したため、数密院が行政を取り扱うのは難しくなった。 とりわけ王政復古後、チャールズ2世の信任のもとに国政を主導した、初代クラレンドン伯爵、エドワード・ハイドが数密院の行政事務をいくつかの委員会に分け、1679年にチャールズ2世がこの状態を公式に宣言したことで、数密院の行政府としての歴史は事実上終わりを告げた。さらに、クラレンド伯失脚後には、チャールズ2世が、 数密顧問官の中から選抜した委員会コバルが行政を取り扱うようになった。ここで審議した後に数密院の全体会議にかけるのが慣例となり、これが内閣の橋となった。以降数密院の政治的影響力は低下し続け、また名誉革命後の議会政治、政党政治の発展に伴い、数密院議長は政権交代によって交代する。 閣僚職の一つとなった。とはいえ、数密院令によって、行政権限はその後も残した。また1833年からは、数密院の中に、司法委員会が設置され、教会裁判所と海外領土からの上訴を取り扱うようになった。また数密院の重要な行政権能として、教育委員会が近代まで残った。同意委員会は、数密院副議長が主導したため、 数密院副議長もしばしば閣僚となった。しかし1899年に至って同委員会は数密院から独立した省庁になっている。現在は常時400人程度の数密顧問官によって構成されている。首相の助言に基づく女王の直居状によって数密顧問官は任命される。主要閣僚、二人の国教会大主教、 放送交換などから選ばれるのが慣例になっている。また、コモンウェルス諸国から王権行使を求められた場合に備えて、コモンウェルス諸国の政治家や放送からも任命される。そのため数密院はコモンウェルス統合の象徴的機関にもなっている。数密院の長である数密院議長は内閣の閣僚職の一つであり、 与党政治家が務めているので内閣の助言と数密院の助言が実質的に異なることはない。数密院議長のもとに事務法である数密院事務局が設置されている。数密院会議は不定期だが現代でも1ヶ月に1度程度の頻度で数密院会議が開かれている。数密院事務局のトップである数密院書機関長が3人以上の数密顧問官を 罰金が無ガム宮殿もしくは王の御座書に招集した場合に、数密委員会議は有効となる。顧問官全員が招集される例は、まずない。王権行使にあたって、数密委員に諮問することが、憲法的慣習となっている分野は多く、それらは王の前で起立した、数密委員議長と3人から4人ぐらいの、数密顧問官が協議する形式で決定される。ただし列席する。 数密顧問官は内閣の閣僚であるため、数密院の決定はすべて事前の閣議で了解されている。閣僚数密院事務局議会の招集、解散、宣戦布告の直令は国王体験であるが、監修上、これらは数密院の議を経ることになっている。首相任命も王が数密顧問官に諮問するのが監修である。他にイングランド・ウールズ各州の州長官及び、 コモンウェルス諸国総督の任命も数密院に諮問するのが慣習である。また、イギリスでは法人格は議会制定法の規定の他に王の直居上によっても得られる。この際の助言も数密院が行うことになっている。議会制定法による権能の移転がされていない高等教育に関する王権は数密院が王権に基づいて管理している。 イギリス本国における国王の司法権はほとんど裁判所に移譲されているが、万島、海峡諸島、コモンウェルス諸国などの中には国王に司法権を残している場合があり、そうした地域の上訴案件についても王は、数密院の中に置かれた司法部から助言を得る。数密院の司法部は職業裁判官で構成されている。ありがとうございます。